ひまりちゃん、こんにちは。お買い物？あ、マリナさん、こんにちは。何見てるの？これは、手芸用品？はい、2年生になってようやく同じクラスにアフターグローが全員集合できたので、お祝いのサプライズを考えてるんですよ。マリナさんたちはアフターグローのお守り知ってますか？お守り？あ、もしかしてみんなの楽器のケースについてる人形みたいなやつ？そうです、今も持ってますよ。ほら、この人形です。最初はみんな微妙な顔してましたけど、なんだかんだ気に入ってくれてるみたいです。みんなが微妙な顔を浮かべる人形、確かに変な、個性的な人形だね。マリナさん、今変って。そんなこと言うわけないよ。ほら見て、君も可愛いと思うでしょ？ね、ならいいですけど。それで今回はこの子のお友達を作ろうと思ってるんですよ。これからももっとアフターグローがうまくいくように、ほらノートにデザイン書いてきたんですよ。見てください、こんな感じで。え、怖っ。マリナさん、今小脇に抱えたくなるぐらい可愛いなって、そう言おうとしたのに、やだな、ひまりちゃん。そうですか、よかった。微妙を超えて不気味な感じになってたけど、私の感覚間違ってないよね。前は微妙って言われたから今回は頑張ったんですよ。とびっきり可愛くデザインしたんですから。あはは、可愛く見える時もあるんじゃないかな。マリナさん、でもひまりちゃん、お守りっていくつも持つと良くないって私聞いたことあるよ。え、そうなんですか？神様が喧嘩しちゃうっていう説があるとかないとか。きっとある。だからご利益がぶつかっちゃうんじゃないかな。今のお守りだけの方がいいと思うよ。そうですか、じゃあお祝いは別のものにしようかな。でもそんな説私知らなかったですよ。材料買う前でよかったです。お役に立ててよかったよ。教えてくれてありがとうございました。私他にも探してみますね。それでは。またね。ひまりちゃん、服のセンスはあんなにいいのにね。